小心。你在八点钟方向，五名鬼子增援，小心应付。让我把水背回去。把这俩日本人给干了算了。行，这两个鬼子不简单，他这给我打法跟咱们很像，被缠住那就麻烦了。那接着跑。老子绕迷糊了，咱们得想办法撤回寨子，医疗队不能失掉，保护时间太久。行啊，小心，
不愧是突击连连长，这么有大局观。这边不要着急，再忍一忍。对，再忍一忍，水马上就来了。大家看，水来了！水！快点，快点，人人都有，不要抢，都有，多大？多大点，多大点水？哎呀，我也要，我也要。来了，黄队长。哎，还有水了。先生、特産隊は予想以上に手強いですけど、中村軍と東口軍の追撃で明らかにもう反撃する気力もない。殲滅も実感の問題です。半月板と頭、狙うのはどっちが簡単なんだ。目標を見ると頭の方が狙いやすいです。じゃあなぜ中国軍は兵士に怪我を負わせるだけで殺さないのかな。それは我々を有効に牽制するためだ。奴ら控訴の目的は一体何ですか。おびき出しだ。まさか中国特産隊は水を搾取に切ったのはわざと扇動するように仕向けなのか。中村と東口を警備位置に戻れと伝えろ。でも持ち木特産隊に勝つことになる。そう見せてやっただけだ。もし彼らに勝てるんだったらとっくに勝ってるさ。今すべきことは誰一人でも集落から逃げ出して中国軍に連絡させないことだ。はい。